若穂は、長野県長野市の最東端に位置する地域。若穂面内、若穂川田、若穂ほか、若穂牛島の4地区からなる。地域内、の人口は4,416世帯12,739人。本校では、かつておおむね同区域に所在した上高い軍、若穂町についても述べる。地域の北西に千曲川が流れ、千曲川に沿って、 国道403号、上信越自動車道が走る。地域の中央部を長野県道34号長野菅平線が南北に通過する。周囲は以下の地域と接する。面積は広大ながら、西から南にかけてはほとんど山地であり、地名の由来は1959年に面内村、川田村、星名村が合併する際に、 各村の頭文字を取ったもの。千曲川、西川合流点。写真左が、若穂地域若穂地域の範囲は、むね旧上高海群若穂町の範囲に相当する。旧、若穂町の歴史長野市若穂の歴史若穂牛島は、若穂地区西部の地区。郵便番号は381-0104。地区内で千曲川と西川が合流し、合流点に、 長野県道34号長野菅平線の落合橋が架かる。周囲は以下の大技、町長と接する。千曲川、西川という二本の大河と星名川などの消火線が合流する地点であり、古くから水害に悩まされてきた。このため江戸明治にかけて村を囲むように堤防が整備され、馬獣の村と呼ばれる。地区内の人口及び世帯数は、 214世帯640人。路線バス、編集地区内の長野県道34号長野、菅平線上に丁電、バスアルピコ交通の落合橋停留所、牛島停留所があり、以下の路線系統が利用できる。若穂川田は、若穂地域南西部の地区。郵便番号は381-0103。地区北端には、地区間川が流れる。 地区北部を国道403号が東西に横切り、中央部を上信越自動車道が東西に長野県道34号長野菅平線が南北に通過する。周囲は以下の大技、町長と接する。地区西部の旧品の川田駅を中心とした町、川田区は旧北国街道松城道、谷街道の川田塾が置かれた地であった。地区東部は星長は、 赤のダガーの線上地にあたり、果樹農業が盛ん。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り。鉄道、編集市内の川田駅前広場長野電鉄、八代線の品の川田駅があったが、2012年に廃止された。路線バス、編集地区内を走る、超電、バスアルピコ交通、長野市、乗り合いタクシーの以下の路線系統が利用できる。若ほほ川 若保地域の南東部、長野市の最東端に位置する地区。郵便番号は381-0102。地区の中央部を星名川に沿って、長野県道34号長野菅平線が南北に貫き、菅平高原へと通じる。地区南東に熊久保山、北木、谷学、南西に堀切山、奇妙山などがそびえ、地区内はほとんど山地である。周囲は以下の大技。 町長と接する。品野33観音第16番札所の清水寺や星名温泉などの見どころがある。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。路線バス、編集地区内の長野県道34号長野、菅平線を走る町電、バスアルピコ交通の以下の路線系統が利用できる。若穂面内は若穂地域北部の地区。 郵便番号は381-0101。地区の西端を千曲川が流れ、西部を国道403号、上信越自動車道が南北に貫く。周囲は以下の大技、町長と接する。地域の地理的中心にあたる田中区に若保町役場が置かれて、以来、地域の行政、文化の中心地となっている。なお、若保支所のある田中区周辺は、 田園地帯であり、商店等は、旧面内駅がある、チョーク、ウチョーク周辺に集中している。地区内の人口及び、世帯数は、以下の通り、鉄道、編集長野電鉄、八代線路面内駅、若保駅があったが、2012年に廃止された。路線バス、編集地区内を走る、超電、バスアルピコ交通、トラビスジャパン、省営高速運輸、 長野市、乗り合いタクシーの以下の路線系統が利用できる。ありがとうございます。